はい。会長、何ですか？いや、その…そういや、若菜さんはもう寝たんですか？そう、寝かしつけてきた。その、泉くん、今日は母の相手で疲れただろうし、肩とか凝ってないか？いや、そこまでは。そういえば肩が少し張っているな。あ、少しどころか結構凝ってないか？まあ昨日からいろいろありましたし。泉くんの件は私の勘違いだったとはいえ、泉くんにも少しは反省してもらいたいな。それ気持ちいいです。それはさておき、母の件は済まなかった。母は昔からあんな感じで危なっかしくて、それが人に迷惑をかけることもあるようだ。でもちゃんといいお母さんじゃないですか。やけに母の肩を持つんだな。そういえばお風呂で親しくしていたようだが。へっ。ガチャガチャ。すまない、手が滑った。